今回はたるみを改善する手術について、解説をしていきたいと思います。美容外科の手術には大きく分けてプチ整形と本格的な手術っていう 2種類の、アプローチがあるんですけれども、患者さんの適応によってその適した手術方法が異なりますので、そのあたりを解説していきたいと思います。でまず最初に、解説したいのはプチ整形の手術ですね。これは、20代から40代の方にですね、向いている、手術なんですけれども、サーマクールとかウルセラっていったですね、レーザー、高周波超音波とかそういった感じの、レーザーの機器をですね、気になるそのたるみを改善したい箇所に当てることで、軽度のたるみが、改善されるというふうになってます。で、例えばサーマクールですと効果は半年ぐらい、期待できますので、1回の施術がだいたい10万円から15万円ぐらいだと思いますので、それを半年に1回というふうなことで、かなり若返ることができるというイメージになってます。で、一応糸のフェイスリフトも、若い方の30代から40代の方、に向いてる手術で、シルエットリフトとかアプトスって言われるですね、糸を顔にこう3本ずつとか両頬に、埋め込むことによって、たるみの部分を引き上げることができるという手術になってます。でこの場合ですと中度の、たるみまで適用可能なので、この辺は、患者さんのそのたるみの状況を見ながら、判断していくことになります。で重度の感じになると今度は切開を伴う本格的なフェイスリフトが必要になってくるんですけれども、よく行われているのがですね、皮膚を使った、簡単に皮膚を切開しただけのフェイスリフトっていうのを行われているんですけど、これは良くないですね。手術の方法として本当に簡単に終わるっていう意味では先生にとっては簡単でいいんですけれども、患者さんにとってはほとんど効果がなかったりとか、半年ぐらいしたら本格的な切開を伴ったフェイスリフトなのに、全然半年経って元に戻っちゃったとか、そういうふうな体験談がよく、相談窓口にも来ています。で、おすすめしたいのが、スマスリフトとかリガメントリフトって呼ばれるですね、筋膜とか靭帯を使ったフェイスリフトをおすすめしたいと思います。これはですね、たるみを、重度の方のたるみも改善することができますので、本当に最強の、アンチエイジングの治療方法だと思います。適用される箇所についても、首のところから、頬のところまで、口元から、頬まで、引き上げることができますし、その辺は切開の部位によって、アプローチを変えて引き上げる箇所を選択できますので、この辺はドクターと相談していただくような形になります。で一応メインの選び方について、簡単に説明しますと、やっぱり最低限形成外科の認定医を選んでいただくと、そういうふうなことが言えますね。で、一応そのもちろんですね、最新の手術、例えば糸のフェイスリフトにしろ何種類もこう手術方法が出てきているんですけれども、必ずしも全て、一律の効果ではなくて、非常に手術の方法が選びづらいかと思うんですけれども、それぞれ、デメリットメリットありますので、その辺をですね、自分のたるみの状況、顔の状況に合ったものを、選択してくれるような先生を、選んでいただくことが一番いいと思います。でやっぱり広告とか料金に惑わされないで、純粋に専門の先生っていうのを、見極めてほしいなと思ってます。で、メイン選びのコツについて、詳しく、さらに詳しく書いてますので、ご希望の方は下記のリンクから、参照していただければと思います。今回はたるみを改善する手術の、方法をおまかに説明させていただきました。